こんな日はお肉が食べたいですね。おいおい、芋の間違いじゃねえのか。だな、サシャといえば芋だろう。もちろんお芋は大好きですよ。ふかしてもよし、煮てもよし。ですが、肉の魔力には勝てません。シチューにステーキ、ソーセージ、燻製、メンチにカツレツ、調理法もよりどりみどり。この世で一番おいしい食べ物、それがお肉です。くそ、こいつの話を聞いてると腹が減ってくる。おいしいだけじゃありません。食べたお肉は私たちに力を与えてくれます。その力があれば巨人から領土を奪還できます。領土を奪還すればまた鳥やイノシシなどの獲物が増えます。そうすればさらにお肉が食べられる。素晴らしいじゃないですか。お肉で世界は回る、つながっているんです。なあ、サシャが何言ってんのか分かんねえんだが、それは俺がバカだからじゃねえよな。ああ、俺にも分からん。もう我慢できません。上官の食糧庫からお肉を取ってきます。サシャ、おい待て、やめろ。この拠点、少々汚れていますね。それは重大な問題だ。早急に取り掛かるぞ。さっき言われた場所、掃除しておきました。ああ、見てくる。次はここをやれ。まだ続けるのか。これが兵士の仕事かよ。おい、エレン、なんだあれは。はい。お前、掃除をなめてるのか。塵が一つでも残っている場所で気持ちよく休めると思うのか。塵一つ、何もそこまで。例えばお前が掃討作戦に参加したとする。巨人の生き残りが 2,3 匹なら作戦成功と言えるのか。いえ、それは。分かったら全てやり直せ。うん。ウォールマリアが突破されて5年か。ああ、時が過ぎるのは早いものだ。あの頃はまだエルビも分隊長だったのに、今や団長だもんね。私の他にも団長となりうる人材はいたはずだが、皆巨人の犠牲となった。彼らだけじゃない。この5年間で実に多くの兵士を失った。それを無駄死ににさせないためにてめえがいるんだろうが。そうだよ、彼らの死は無駄じゃない。この5年で巨人の研究も随分進んだんだよ。ウォールマリアの奪還にはさらに時間と犠牲が必要だ。みんな、これまで通りついてきてくれるか。今さら何を言ってる。まったくだ。私ももちろん付き合うよ。だからさ、エルヴィン、調査兵団全体でもっと巨人の捕獲に力を入れてさ。その提案は却下だな。予想していた範囲は見たはずだが、壁の穴はまだ先なのか。あ、あれは調査兵団か。私は駐屯兵団リコ・ブレゼンスカだ。で、壁の破壊箇所は特定できたか。いえ、この先は。ここは駐屯兵団による防衛ラインだ。これより先に巨人の目撃報告はない。
穴を見落としたということは。巨人が通れるほどの大穴を見落とすなんて考えられないと思いますが。おい、大変だ。巨人の群れが現れたぞ。本体が囲まれちまってる。なんだと。すぐに戻って本体の離脱を支援しろ。駐屯兵団も準備が整い次第加勢する。はい。巨人に包囲されたか。何としても全滅は避けなければ。俺たちがおとりになって時間を稼ぐんだ。本体が離脱する間、巨人を引きつけるぞ。馬で走っているだけではいずれ追いつかれるな。足の速い巨人はおびき寄せて一匹ずつやるしかないんじゃない。どうだ。急いで行かねえと。やってやる。気をつけろ、岩が飛んできたぞ。まさか巨人が投げたの。全員立ち止まらないで、標的になる。頼んだぞ。私も行こう。頼んだぞ。私も行くよ。調査兵団の離脱を援護する。砲台の準備を急げ。リコ班長、巨人がこっちに気づいた。準備が整う前にやられちまう。準備が終わるまで耐えるんだ。もっとか。食い尽くしてやる。救援要請か。どうだ。もっと殺す。駆逐してやる。どうだ。やってやる。来やがれ。このでけえ害虫が。お願いします。戦うよ。しやがれ。頼んだぞ。動物続いた。了解だ。そろそろ本体は本位を脱出できたか。あれは集合の合図だ。
演壇の場所へ向かうぞ。獣の巨人が現れたぞ。間違いねえ、あっちだ。あいつは動きが読めず厄介だ。先に仕留めるぞ。これより俺たちの部隊は調査兵団を援護する。攻撃準備にかかれ。ダメだ、ハーネス隊長、巨人が来ます。間に合いません。巨人の接近を防げ。攻撃の準備完了まで持ちこたえるぞ。失ってしまった。このままじゃ
おとりにもなれず死ぬだけだ。やった！どうだ！あそこに向かおう。馬が一頭でも残っていてくれれば。馬が残っているぞ。よし、これで作戦に復帰できる。こんなところで死ぬのはごめんだ。こっち見ろ。やべえ奴が出やがったか。このデカい。あっちだ。そうじゃねえか。撃退できた。同じ手でいいか。どうだ。獣の巨人の周囲には護衛みたいな巨人がいるから、そいつらから倒していくか。どうだ。また巨人が集まってきたぞ。まさか獣の巨人が呼び寄せたってのか。何度も巨人を呼ばれるわけにはいかねえ。周りの奴らを追い出したら一気に奴をやる。取った。
巨人のことは何一つお分かりしねえ。どうにか危機は切り抜けたようだな。しかし妙じゃねえか、穴は開いてなかったんだろう。はい、それは確かです。壁内で巨人が湧いたとしか。巨人化できる人間が壁内にいたとすればあり得るが、さっきの巨人どもはどう見ても普通の巨人だったぞ。いや、普通じゃねえのも一匹混ざってたな。獣の巨人ですね。調査兵団はすでに何度か遭遇しています。報告は聞いてる。巨人の群れにいつも混ざってんだろう。しかも毎度姿を消しやがる。単なる貴公子ではないと。わからんが、とにかく一旦拠点に引き返そう。内地からの増援も到着している頃だ。